パリゴリンフェンシング男子フルーレ団体、4日、グランパレ、世界ランキング1位の日本が準決勝で地元フランスと対戦し、45対37で決勝進出を決めた。同種目のメダルは2012年のロンドン五輪で獲得した銀以来、12年ぶり。1回戦は同8位のカナダと対戦して45対26で快勝した。8チームが参加。 過去五輪でフェンシング日本代表は一大会最大一つのメダルが最高だったが、このパリ五輪では目標に掲げた初の一大会複数メダルを大きく上回る成果を上げている。ここまで男子エペ個人で金の可能後期、ジャル、銀の男子エペ団体、銅の女子フルーレ団体、銅サーブル団体で計4個を獲得するなど、メダルラッシュとなっている。